こんにちは。テンバーアカデミー堀秀夫です。今日は商品選びで一番重要な、まあ、販売 NG 商品。これについてお話します、まあ。キャラクターもの、有名ブランドには要注意、まあ。これはね、販売前にご相談ください。例えばね、これビデオゲーム、ね、Amazon ベストセラーというふうに出てるんですけど、任天堂任天堂 d o n i n ー e n d P、p l a y s t 4、えー、それからね、 まあ、ニンテンドー、え、ニンテンドー、ソニーともう。この辺はもう全部まずいです。ね。えー、で、アマゾンは他の人が売ってるから大丈夫だろうと言ってね、乗っかって売ってても、半年後にね、あなたが売ったあれ販売禁止商品でしたからアカウント削除しますというのがね、平気できます。ね、で、販売してて、ね、一緒に販売したい人がもしかしたら販売代理店かもしれないですし、えー、代理店じゃなくてもね、まあ、特別な、えー、 販売量が多くてコネがあるとか、何らかで問題ないかもしれない。あるいはあなたと同じようにアカウント削除されるかもしれないという形はあるんですけど、何しろかにしろ、えー、微妙な商品、ね、危ない商品は、まあ、別にわざわざね、リスクを取って販売せずに、まあ、他の人が販売してね、ね、えー、問題ないな、これはオフストリア大丈夫だなと確認できてから販売した方がいいです。まあ、そうじゃなくてね、自分しか気づいてないとね、 すごく儲かるんですという場合はね、まあ儲かるんだったら、ね、えー、販売して儲けちゃうとね。ね、アカウントがなくなったら儲けた金でまた対策をすればいいという割り切った考えもありますけど、まあ、通常ね、まあ相談を受けてると売れるだろうけど、これそんな儲かねえだろうなっていうのが多いです。まあそういうのはね、扱わない方がいいです。で、a z o n はね、えー、ライセンス違反に厳しくなってます。 でこれどういうことかというと、まあ、通常ライセンス契約はね販売国を決めて締結しますだから日本で販売しているフィギュアとかねライセンス商品は日本でしか本来販売しちゃいけないものなんですねでこのライセンス違反っていうのは、えー、メーカーとライセンサーが結んでるんで、まあ、転売する私たちには直接関係ないんですけど、まあ、ただねアマゾンにクレームつけて代理店なりメーカーなりがクレームつけて まあそのうちのライセンス契約違反ですと、ね、そういう商品を売らせるなっていうふうに言ってきた場合ね、え、その言ってきた相手の弁護軍団が強いとか、販売量がでかす、でかくてね、え、敵対するとまずいとか、ね、アマゾンがそういうふうに判断した場合には、じゃあ、生贄にえに今まで販売してた販売者をね、え、一掃しましょうってことで一掃されちゃいます。 で、そうなりそうな商品だよね、えー、もうわかりますんで、えー、突っ込まずにご相談ください。果敢にそういうの扱ってもね、えー、いいことないです。すごく儲かるんならね、ね割り切ってやるのも手ですけど、まあそこまでそれ儲かんないんじゃないでしょうかというのが多いんでね、えー、リスクのある商品は基本的に見送りましょうという形で、ね、サポートしてます。でも、ね、 えー、まあ、販売したいという場合はね、目安として、えー、アマゾンの日本とアメリカ、で、ものによってはね、えー、ヨーロッパの販売者や制約状況を見て判断します。しかし、これはもうこの動画とかマニュアルとかでね、えー、こういうのは OK で、これはダメっていうのをきっちり区別することは難しいです。例えば、きっちり区別できるのはディズニーとサンリオはライセンス化にとても厳しいです。も、ま、う、あ、これは扱うのは危険です。 ディズニーとサンリオってね。まあサンリオはキティちゃんですね、主にね。ディズニーはすっげえ範囲広いです。えー、前はミッキーとかそういう系でしたけど、今映画会社も買っちゃいましたんでね。えー、ほぼほぼ有名なね、えー、アメリカモンのキャラクターはディズニーだと思って間違いないんで、えー、結構危険になってますね。 で、それから G-SHOCK はほとんど NG です。まあ、G-SHOCK ほとんどっていうかもう基本 NG なんですけど、中には G-SHOCK モデルが多いんでね、OK なカタログもあると。この場合、ほとんど NG なんだから、ね、この OK なカタログもね、危険なわけですね。なぜかそれを、ね、果敢に挑戦して、えー、ダメになってる人がいると。ねまあ、ほとんどダメでこれは大丈夫だからラッキーじゃなくて、ほとんどダメならこれもダメだろうなという 判断をするのが自然なんですけど、なぜか自分に都合よく判断してね、果敢に挑戦しちゃう人がいると。大、え、体、ー、いい結果は悲惨な結果になるんで、えー、ほとんどダメならやめといた方がいいというふうにね、えー、考えた方がいいです。まあ何しろ迷ったらね、えー、得られる利益とリスクを考えてアドバイスしますので、まあ個別にご相談ください。 そんなわけでね、まあ、売れる商品っていうと、キャラクター絡みっていうのは結構売りやすいし、有名ブランド当然売りやすいんですけど、まあ、売りやすいっていうのはね、えー、扱いにくい、えー、あるいは扱うとまずいから、えー、ライバルが少ないというのが大前提なんで、まあ、そう考えるとね、まあ、危険な商品がほとんどだと、有名ブランドとキャラクターものには要注意というのをね、えー、よくよく覚えておいてください。以上、天板アカデミー、堀秀夫でした。